はい、皆さん、こんにちは、ガムシロです。ということで、バイオハザード RE2 続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回どこまで進んだか全く覚えてないっていうね。どこまで進んだんだ、これ。もうだいぶ経ってるんでね、時間がまた。毎回だいぶ経ってるって言ってますけど。どこだったっけ？こっちから来たんだっけ？やべ、全然覚えてない。これ落ちてよかったっけ？すいません。まあ、とりあえず進めていきます。進めていくんだけども、ここだな、多分。いや、めちゃめちゃ食らってんな。なんか回復なかったっけ？回復、一応1個は持ってるけど。あー、どうしようかな。あ、グリーンハーブあるな。グリーンハーブでか、いや、もったいないか。まあいいや、このまま行きます。すいません。とりあえずここから降りるのか。なんか初見みたいに言ってるけど、一回クリアしたんですけどね。素晴らしい匂い。まあ確かにね、なんか下水だからね。これどっかあれないのかな。あるやん、ハンドガンの弾。 OK、 これで全部だ。なんか出るんやったっけ、ここ。なんか出るんやったっぽいな、なんか。全然覚えてないわ。どっちだ？こっち？なんか音が、あ、ショットガン溜まる。オッケー。ショットガンにしなくていいか。ハンドガンにしておこう。こっち行って、すいません、ここら辺の記憶、あ、こっち行けるな。こっちはここら辺の記憶が全然ないです。どうやって進んだんだ俺。うわ、あ、そうだ、なんかこいつなんか持ってなかったっけ、あのなんかビデオテープ的なさ。あ、これだ、あったあった。よし。普通にいましたね。やばい。あ、そうだ。なんか弾めっちゃ使うって言ってたんだった。あー、マジ？あー、もう。もったいな。てんのかい。死んだ？死んだね。弾めっちゃもったいないな、これ。三連をやめたい。これ単発とかできんのかな。めちゃめちゃもったいな。あ、エイム力がないのをちょっと弾で補う的なことなのかな。っていうか、手榴弾にしとこう。あ、こいつ確か。そうよね。おいおい。あ、間違えた！死んだ。もう一人は？
死んでない。こいつは生きてた。あ、死んだ。ちょっと待って、こっちでいいのか。確かこれを抜いたら先に進めないから。どっから出てきたよ。君はどっから出てきたんだい。あれ死んだ。もったいな。ここも鍵か。あ、ナイフ。こっち側はなんか何にもないのか。汚いね。本当に下水道地こんな感じなんだろうか。行ったことないからわかんないけど。あ、そうだ、ここなんかいるんだ。あ、合わせるものがなかった。あ、あるやん。違う。で、あ、おった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 。どこ行った？ん？あれ、どこ行った？あ、おった。ドーンって出てくるんやなかったっけ。うー、ほら、やっぱりもう撃っときゃよかった。あー、手榴弾もったいない。いや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 、それはないやろ。食らおう。最悪だ。いや、構えろ。死んだ。うわ、めちゃめちゃもったいな。うわ、手榴弾あと2発。こっちにしとこう。めっちゃもったいない。こっち進んで。ケーブルか、ここに。で、これ落とし、あ、これ違う。あれ、こっち、そうだね、なんかあるよね、ここ。何もなかったんだっけ。あれ、ちょっと待って。やっぱ覚えてないな。
まあまあいいか、とりあえず登るか。で、アンブレラ本社宛てのメールの写し、オーエンス室長、ネスト内に警報と悲鳴が響いている。何が起きているかわからない。銃声がする。所長とは連絡が取れない。私たちは閉じ込められている。一刻も早く救助。オーエンズ室長、最悪の事態だ。ネストがウイルス汚染された。ありえない。フェイルセーフシステムが作動しない。外部からの干渉、それしか考えられない。だがなぜ。マイヤーとキムが死んだ。咳が止まらない。どうして連絡をくれないんだ。そうか、あなたたちが。彼女はどこに。え、わかんないよ。ここってさ、なんか確かなんだったっけ、あの女がおったところや。あの女ってあの女ってなんだったっけ、名前が思い出せない。やばい。ウィリアム・バーキンの嫁。俺でいいのか。嫌な音だ。どこだ。なんでこの曇ってんの。エイダ。エイダ、今行く。オッケー。地下。ハンドガン大事。セーブがあって、地下建設ん地下なん違う違う下水道か、下水道建設会社のパンフレット、CEO からのご挨拶。この度は我がナイツコントラクションカンパニーに興味をお持ちいただきありがとうございます。弊社は20年にわたりさまざまな都市の下水施設を手掛けてまいりました。長い歴史の中で我々が大切に してきた2つのもの、それは遊び心と高いデザイン性です。地面の下に隠れている 設備だからといって最低のデザインである必要はない。我々はそう考えています。クイーンより優雅で、ナイトより洗練され、ポーンのように愉快な我が社の施工は皆さんの最高の勝利をお届けすることでしょう。それでは皆さん、お目にかかる日を心より楽しみにしております。ナイツコントラクションカンパニー CEO 兼国際チェス名誉会員兼ラクーンチェスクラブ名誉顧問兼フィッシャーチェス愛好会名誉理事 RB フィッシャー。何回兼って言ったんだよどんだけ兼務してんだよこいつ。おい、この CEO さんよ。フィッシャーさん？あ、これで、ビデオか。やめろ。やめてくれ。やめろ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 。おい、こっちだ、バケモノ。ああ、G になったバーキンか。そんな。なんかこんな映像あったな。ネズミが拡散させたのか。はい、じゃあセーブしてきます。はい、続けます。とりあえずこっち行って、U 案件エリアのロック解除方法。業務引き継ぎ時の混乱により U 案件エリアの
扉のロックの解除方法が失われました。扉は各端末に対応するプラグを差し込むことで解放されます。正しいプラグの位置を記憶の方はこの掲示板にて、情報の提供をお願いします。でこれでプラグを集めるんですね。ルークはナイトと同じ、壁面だったはずだ。ビショップとクイーンは隣じゃなかった。クイーンとルークは向かい合っていたということで、まあ、まずとりあえずあれだな、トリックか。あ、こっちか。なんか何にもない、何もない。上から降りてくる。OK。これで、こっちは何もなかった。あ、覚えてるぞ。お前は生きているということを覚えているぞ。違う。確かこいつナイフで殺せたはず。ダメか。ダメ？ダメっぽいな。あ、いけた？あ、そうだ。なんか足をなんかどうかするっていうなんかあったな。足打ったら確かあのゾンビの動きが遅くなるんで、そうだ、そういう対処法もあったな。ん？あ、これもそうだ。横に書いてあるの。左に右12。左8。左に右12。左8。OK。あ、ストック。でもこれで長くなるんですよね。組み合わせる。あ、もう長くなってたんだ。まあいいや。これ長くなったからなんかあるのかな？狙いやすいとか。あんまりよく分かってないですけど。仕事中にビールとか飲んでたのか。これビールっぽいですよね。なんか瓶ビールというか。あ、普通にいた。っていうか、試しか。どんな感じなのか。拡散あんまりしないんだ。拡散をしない感じだったのかな。死んでた。無駄な2発。こいつも確か動くな。死んだ？死んだっぽいな。弾は節約していこう。あ、グリーンハーブ。違う。組み合わせて、でこれは捨てる。強化弾のやついらなかったな。預けてくれよかった。ここは開けといた方がいいか。あ、いや、ちょっと待ってよ。開ける前にこっちなんだ。あ、なんかこれを取らなきゃいけないんだ。
なんかちょっとずつ思い出してきたな、やっぱり。一回クリアしただけのことある。あの、一番簡単なモードだけど。あ、こっちもなんかある。シールド見つけた。リフト。これどうやって行ったらいいんだ。この先なんかあるのか。あ、この先階段がある。うう、無駄に戦う必要ない。あ、言う。ちょ待って、ちょ待って、待って待って待って、発動しなかった。あ、こいつ死んでんな。死んでんのか。死んでんな。あれ、あれ、あ、じゃあ違うんだ。こっちに行くんじゃないのか。ああ、もうめんどくさ。わざわざこっちに来てくれてるけど。いや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 、そこで潜られてもさ、行くわけないやん。これどうしよう。多分行かなきゃいけないのここか。行くか。行かんと先進めないし。こっから出てくんの？ちょっと待ってよ。やばいかな。使いすぎだな。絶対ショットガンの弾後から必要なのに、何にもないし。あれ？持ってたのかな。やばい、全然覚えてないわ。とりあえずあれか、なんかあそこ開けるための T 字のなんかが確かいるはずだから。ただショットガンの弾がないっていうこの致命的な感じ、やばい。あった、工具やっと見つけた。ああ。ケーブルカーへの乗車にはリストタグが必要です。はいはいはい、知ってる。納品書。ご注文いただきました以下の商品を指定の場所に搬入しておきました。耐熱金庫、解除方法は、金庫側面のチョークに。あ、これ見たな。はいはい、側面ね、書いてありました。で、向こう行くのか。やっと思い出した。思い出したというか、やっと進展や。もう長かったな。何回何回往復したよ、無駄な往復。よし、これやっと進むわ。
とりあえずまっすぐ行ったところのやつから開けてみよう。こうなってくるとこのなんかナイトとか あそこら辺のやつ無駄だな。持ってきたの OK。 こうは、あ、ショットガンの弾ありがたい。お、ちょっと待って、いたね。絶対こいつあれだね。よし、絶対動くやつや。違う、こうだ。これで死んだ？死んだね。フィルム？あ、サイズパックありがとうございます。鍵外して、そしたらここが動くから、鍵持ってないな。あ、ダメだ、まだまだ取っちゃダメか。鍵持ってないもんね。あれ、これか、刺さっとったもん。あれ、これまた滑り台できるんやない？滑り台してからの、ここは行ったから、あとどこだ？この先か。こっちだった。いや違う違う、こっちだ。いや違う、こっちだ。あ、そうそう、上がってからのか。もう方向音痴がマジで嫌だ。ほんでここ開けるんだ。よし、で鍵ゲット。ここは何だったっけ。下にも行けるけど、あ、壊れてんな。ここは行けないんだ。じゃあ下戻って、アイテム整理していきますね。ここ行きたいところだけど、先にここ行ってしまったら、あのこの先でアイテムいっぱい取るんで。なんかゾンビたちが動いた記憶がないけど、そうそう、なんか出てくるんやった、忘れとった。何が起きたんだ。こっから降りて、
もう無視で行きます。確か2体出てくるんで無視で行きまーす。いや無視できなかった。さよならナイフ倒すか。いやだ、あれが出る。来た。もううざい。ああうざい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 。ああもう。いやこのナイフ使いたくない。ごめんごめんレオ。ダメか、死なないの。で死んだ。弾使いすぎだ。一匹いるのにめんどくせえな。出てきた。あーもううざっ。ナイフは使わない。使ったって。あ、うざい。あ、めんどくさい。あ、死んだ。いや、死んでない。ちょっとこんなに使ったんだぜ。え、どっから。あ、もうやめてやめてやめて。うー、もう一体出てきた。やばくない？弾が。めちゃめちゃめんどくさいんやけど。エリヒョン出てこない。どうしよう。弾使いすぎだな、絶対に。絶対的に。はあ。弾は使いすぎだし、エイムは良くないし、最悪だ。OK。あ。ん？開かないのか。あれ？これどうやって行くんだっけ？2階からか。2階からなんか降りるとこなかったかな。これマジでどうしたらいいよ。弾使いたくないな。こっちだったっけ。あ、やり過ごせた。やり過ごせたね。 OK OK。 あいつは上がってこれないはずだから。やばい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 。いいいい。使うかも。さよならナイフ。さよならナ
ライフ、さよならライフ、ちょっと待ってよ。最悪、毒になった。一旦いいや。当たった。上に上がるか。あ、違った、上じゃなかった。毒が。ブルーハーブやっぱ取っときたかったな。こっちだ。早く戻れ。リオン、きついのはわかるけど先に進まなきゃ。とりあえず回復します。足りない、調合したやつしかないのか。まあいいか。よし、でルークはナイトと同じ壁面にあったはず。ビショップとクイーンは隣じゃなかった。クイーンとルークは向かい合っていた。ここはポン。あ、その前に全部取り出さなきゃ。ん？あれ、6個なかったっけ？6個あるよね。5個しか持ってないけど、なんか取り忘れてんな。何？どこ？ダイヤル城。これか。ここか？いや、違うな。ハンドガンの弾ある。10発も。え、ちょっと待てよ。じゃあ全部じゃないやん。オッケー、鍵使ってないわ。それはやん。思い出した、使えたんだ。もうこれに気づくまで何分かかって。何分じゃないな、何分か、死ぬほど時間かかっとるやん。あ、まあ、これ取って。鍵開けて、なんかある？何にもない。やっと進んだ。バカがやるとこういう風になるんですね。なんだ、ジャズフェスティバルのチラシ。あ、なんかあるの？ SZF。 あー、さっきのやつだ。さっきのやつというか、これをなんかどかすんじゃなかったっけ。
あ、ちょっと待って、その前に、あ、ちょっと、嘘、ちょっと待ってくださいね。